皆さんこんにちは。こんにちは。AIU 劇団組合プレゼンツ AIU 経験ラジオ第3回をお送りいたします。はい、はい、では今回は、ね、小町寮527号室からお送りいたします。ね、527号室実は陽平さんの部屋なんですけどね。あ、行っちゃいました。いやー、ね、早いですね、第3回ね。そうですね、ダンス再開ということで ね、こう前回ちょっとね、こうふざけてしまったそうです、ね、面がありますので、今回ちょっと、はい、ガチに話そうかなって、ね、そうですね、今回ガチにね。じゃあ今日は、まあ、早速トピックに移りましょうか。じゃあ、AIU に入って何が変わったか、まあ、良くなった点をね、AIU 入る前と後で何が変わったのかっていうことで、ね、変わったことですか。はい、じゃあ今日は、ね、まあ、自己紹介っていうか一応声説明してますかね。あの副部長の小松です。と、部長の佐々木です。あ、ね、一応ね、はい、今日は2人でお送りいたします、ね、2人でお送りします。はい、AIU に入って何が変わったか。はい、そうですね、やっぱりすごい勉強するようになりましたね。勉強するようになった。まあ、まあ、僕はセンター試験も利用して、うん、まあ、AD って入ったんですけど、うん、まあ、一応そのやっぱ勉強したんですけど、そのある意味大学受験よりも勉強したんじゃないかっていうぐらい、はい、すごい時期によってはかなり勉強しましたね。はい、そのやっぱりなかなか皆さん知らないと思うんですけども、うん、実は EAP では、はい、授業に9割出席しないといけないんですね。そうですね。それ出席しないとどんどんグレードが下がってくるんですね。うん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 、なので本当にまず高校みたいに遅刻とかサボりとかっていうのが許されない世界ですね。うん、そうですね。なのでもう、まあ、もうどんどん体調が悪くても、うん、多少ね、こう行きたくないなと思っても行かなきゃいけないくて、うん、そうだね、宿題もね、うん、なんか毎回出ましたね。そうだね、もう出ない日が珍しいみたいな感じ で、ね、で全部の授業で出ますので、うん、本当に面倒くさい感じでね、うん、でもやっぱ生活習慣のなんかこう、うん、できましたよね。こう勉強する癖っていうんですかね。そうだね、それはできたよね。自然にできて、うん、すごい、それは多分自分にとって将来も役立つんじゃないかと思うんですね。うんうん、陽平さんはどう変わりましたか。いや、僕はね、俺ね、正直ね、エアギュ入って、なんだろう、こう、女性との付き合い方がすごくね、上手くなったって。上手くなったの？上手くなったっていうか、以前に比べて、うん、なんか自分の中でもこう普通に接しれるようになったし、以前、高校生の時とかっていうのは、やっぱり なんか女性をすごく気にしてね、なんか少し恥ずかしがりながら話してたんだけど、大学入ってね、結構変わったから、なんか結構普通になんか自分の気持ちも打ち明けられるようになったし、いいですね、それはね、うん、その辺はね、すごくやっぱり自分変わったなってね、すごく思ったんですよね。ちょっと声がかっこいいですね、よくさん。いやまあご存知の方もいるかもしれませんけど、 AIU ではですね、男と女の比が1対3なんですね。1対3、女性の方が3倍いるという。そうですね、ハーレムみたいな感じなんですけどね。まあそうですね、多いですよね。高校時代ってとかくなんか男子女子って分かれませんか。こうそうだね、男子は男子でグループ作って、ね、分かれるね。でなんかあんまり僕なんか多分高校時代結構男子と女子それぞれ分かれて、あんまり遊ぶ時はやっぱ男子同士で遊んで、はい、でまあ、部活もやってなかったんであんまり女子との絡みっていうと、まあ、文化祭の準備とかそうだね、でも少なかったですね、まあ、何人か仲のいい女子はいたんですけど、はい、でもやっぱここはとでも逆に女子の方が多いので、そうだね、ある意味女子と喋れないと、うん、逆になんていうかね、こう浮くっていうんですかね、こう大変ですよね。そうだね、男子が多いわけじゃないので、そう男子の力がちっちゃいんですよね。うん、非常にね、AIU の女性は非常に問題意識が強くて、そうですね、で自己主張がやっぱり強いよね。強いですね。やっぱりその辺はやっぱ高校時代にいたなんか付き合ってた女性っていうのはやっぱりなんていうんだろうね。付き合ってたっていうか、つまりこう絡んでた女性ね、っていうのは なんかすごくやっぱり AIU に比べるとすごくおとなしいよね。でなんか、うん、やっぱり AIU はすごく皆さんすごくやっぱり英語圏に留学したこともある女性もいっぱいいますし ね、留学経験者もですね、グローバル社会の中で活躍したいという意思を持ってきてる女性が多いから、やっぱりその辺ではすごくね、刺激になりますね。そうですね、すごくなんか女性が少ない頑張ってると男性としての自分がね、やっぱりもっと頑張らなきゃいけないって、ね、すごく伝わってきて、その辺で本当にこう自分のモチベーションも上げてくれますし、でも逆にね、あまりにもね、なんかたまに自分ができないと非常に落ち込んでしまうのもねあるんですけど、まあそこはね、自分の力でね、うまくこうリカバリーして頑張らなきゃなと思いますね。結構そのなんていうんですかね、こう、うん、
まあ、やっぱ大学生のイメージ、私たちの持つ、はい、まあ、大学イメージでなんか遊んでね、そうだね、こう恋人を作って、うんうん、こうまさかサークル頑張って、サークル頑張って、バイト頑張って、まあ、ただ授業を出る系でちょっとね、こう大で代わり頼んでみたいな、そういうのね、イメージなんですけど、そう全くないですね、うちは。ないね。でも僕のね、友達、地元の友達なんかも、やっぱ大学どうって聞いても、やっぱりなんかだるいとか、遊んでるとか、バイト頑張ってるとかね。僕の友達、毎日麻雀やってますから、ね、勉強の話全然しないよね。勉強してないって言いますからね。そうですね。そう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 。やっぱりね、これからはね、しっかり学歴社会じゃなくて、こう、ブランドじゃなくて、やっぱり中身でね、そうですね、大学で何をしたかっていうところをね、問われますね。問われるから、僕は高校の時に予備校先生が聞いたんですけど、うん、もちろんその学歴も大事だそうなんですけど、はい、学歴社会というよりは学習歴社会になっていると、はい、あの、今そのね、言ったように、はい、その学校で何を学んで、はい、それを活かせるか、活かせるか、そこが大事らしいですね、はい、まあね、でもまあもちろんね、この AI の女性結構サバサバしてるんですけど、うん、そうですね、カップルとかいるんですけどね、あんまりこう、うん、恋愛に興味ないみたいな感じの人が多いですよね。そうですね、私勉強一番みたいな、そういうのは多いですね。まあ、それはもうなんか勉強するために入ってきたっていう人が本当に多いみたいな、はい、うん、まあそこもまあいい一面なんじゃないですか、まあ、いい一面ですね、ある意味ね、うん、寂しい一面でもありますけどね。そうですね。じゃあちょっと次、じゃあ勉強でね、大変だったことをね、まあ受験ももちろん大変だったけど、入ってからもやっぱり大変ですよね。やっぱり受験勉強も大変だったんですけど、実際僕ね、なんか受験勉強に比べると今の方がもしかしたらきついかなと思うね。具体的にどこら辺が、具体的に言うとね、やっぱ受験勉強はやっぱりなんていうの、まあ、独学でやってたのもあったんだけど、結構自分のやりたいこともできたし、で基本的に結構単語覚えたりとか、まあ、小論文とかそういうば、そういうことばっかりだったんだけど、大学入って一番思ったのは、こう全ての授業が英語で行われるんだけどね、例えば日本語憲法とか哲学僕今受けてるんだけど、こう聞き取るのが本当に大変で、リスニングですか？そう、リスニングなんだけど、やっぱり日本語と英語で文化の違いでね、こう物事の捉え方が違うと、こうそれがね、なんつうの、言葉が違うがゆえに、やっぱりそういう違いがあるから、こう日本人的な観点からこう理解するのがなんか難しい、なんていうのかな、こうね、言語も違うし、そうそうそう、物事の捉え方もこう欧米と日本で少し違う、カルチャーディファレンスによるこう難しさ、こうリスニング力だけじゃなく、そうですね、そういう力もね、問われるなっていうのはね、英語ができれば楽とか、そういうレベルじゃないと、そう、それは最近感じてきてね、そうですね、まあ、それがね、どう克服するかがね、やっぱりこう、できるかできないかのね、分かれ目になってくると僕は思うんですよね。結構苦労してますね。そうですね。で、僕が最近それで対策してることは、まあ、日本語、最近思ったんですけどね、まあ、僕が実際このラジオというか、こう、始めたきっかけはですね、自分の日本語力をね、まだね、再確認して、こう上げたいなと。やっぱりね、スピーキングの力ですか？スピーキングの力とね、そうですね、こう伝える力ですね。やっぱり、AIU はもう英語授業ばっかりなんで、こう、アカデミックな、まあ、日本語に触れる機会が非常に減る。あの、漢字とか結構忘れてきますよね。そうですね。で、本当にキャジュアルな日本語になっちゃって、これね、本当に日本で就職するんであれば、これは危機ですね。やっぱり日本語力をね、キープしないとね。そうですね。はい。それで、まあ僕は最近は日本語の本を読んだり、ちょっと日本語のラジオを聞いたりとね、そういうちょっと努力を始めることにしたんですよね。そうですね。はい、やっぱりね。なんか、ひろゆき君はなんかこう、大変だったこと、または、いや今なんか自分はこうしたいとか、なんかありますか？日々大変ですけどね。大変じゃない日がないですよ。大変じゃない日もない。あ、僕なんかもそんな英語、うん、ね、TOEFL とか別に入ってた時すごい良かったことないですし。はい。あ、まあ、どちらかというと劣等生の方だったんですけれども、はい、すごい苦労しましたね、はい、もう毎回毎回テストのたびに勉強して予習して、はい、もうね、エッセイとかもね、はい、もう頑張って書いてもね、はい、S 先生ね、 S 先生点数くれなくて、はい、もう落第するんじゃないかと、大変でしたね、もうリピートも一時考えました、はい、でも結構最後まで結構ね、厳しかったのでね、はい、まあ、結果としてまあどうにかリピートはせずに済んだんですけどもね、ちょっとそろそろ10分経つんで後半の方に移りますか、はい、じゃあ1回ここで2回も見てください、1回休憩挟んで、はい。